はい、じゃあ、ラジオね、ラジオがまた来てるので、ちょっとまた紹介しますね。はい、りゅうくん、つねさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく見させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。りゅうくんとつねさんはいつも仲良しなイメージなんですが、お互いから見たこの人のここはいいみたいな褒めポイントは何ですか？反対にここが褒められたいというのも教えてください。とのことです。ほうほう。褒めポイント。まあね、仲良しなイメージがあって。まあイメージですね。まあイメージですか。何それ、はい。イメージ。うん、何それ。一応イメージです。イメージって書いてます。イメージなイメージです。イメージなイメージじゃない。うん、仲良しなイメージですから。うん、じゃあ。気になるな。じゃあ、褒めポイント、ここはいいなと思うところ。まあでも、やっぱ、俺からしたら、もう、りゅうくんなんてね、見かけはまず、あれじゃないですか。何？天性のものじゃないですか。ありがとうございます。まあそこはまあ100点と言っていいと思うんですけど。そうですね。まあやっぱ、なんかそういう、ところでもなんかネタで、まあ、俺かっこいいみたいなのはもうしょっちゅうキャラみたいに言うじゃん、はいはい、なんだけどそこにおごらないやっぱ礼儀正しさ、そこはなんかまあ年は離れてるけど、なんだろう、すげえなっていうか俺にないじゃん、うん、ないっす。確かにじゃねえやめろよなんかそういうところはちょ一つ尊敬できますね。ありがとうございます、うん。まあ、僕は星野さんは、うん、なんかちょうだいちょうだい、え、ちょうだいちょうだい、まあ見た目はですね、しょうがないけど、うん、やめとけ35点だけど、やめとけ、なんで35 35の同列の人って誰、同列の人ですか、うん、同列の人、35点同列、うん、マジでいいですか、うんうん、ガチで言うとしたら、うん、芸人で、うん、小島よしお、ふざけんなとかも言えねえしさですけど、まあでも周りの雰囲気を明るくする人って、うん、僕天性のものだと感じる思うんですよ。場の空気を盛り上げられる人とか、うん、その誰にでも話せるとか、うん、誰でも盛り上げられるとかって人って正直いないと思うんですよね、うん、で星野さんって話しかけるじゃないですか、あれだけど、人見知りだけど人見知りだけど、でもそう頑張ってね、頑張って話しかけてくれて、うん、それを盛り上げるまで持ってけるっていうのは、うん、僕天性のものと感じます、うん、それは僕にはないので、僕は個人的に人を盛り上げるとか、そんなことみじんと思ってないんですけど、あ、そう、でもなんか俺の理由はなんかそういう気遣いができる人だと思ってた、ね、でもそこはできますけど、うん、盛り上げるまではいけないです。話しかければいけるけど、うん、そこの雰囲気を明るくすることなんてできないっすよ、普通に考えて。まあね、だからすごいなって思う、まあね、本当に天才だなって思います、まあね、そこは、まあ、居酒屋とかバンドの打ち上げとかでもね、やっぱ爆笑の中心に俺いたからね、やっぱそうっすよね、盛り上げ、そこはすごいなと思います。ありがとうございます、ね、他には、はい、他には、他か、他なんだろうな、うん、星野さんの、うーん、じゃあ、まあ、これにあるように反対にここを褒められたい、多分自分の長所ってなんかある、あ、それで言うと、うんうん、見かけじゃねえんだよみたいな、俺ここが中身なんだよみたいな、そうそうそう、褒められたいか、うん、意外とでも、でも星野さんと結構長いことお仕事させていただいて、うんうん、いつも結構いろいろ言っていただいてるじゃないですか、理由ってこうだよなとか、こうしてるよなとかって言っていただいてるんで、うん、正直褒められたいっていうのはあんまないかもしれないです。言っていただいてることが多いかなと思ってて、僕は、うん、どっちかっていうと、だからじゃあ俺は理由のじゃあそういういいとこも含めて全部知ってる、多分おっしゃって知ってると思います。それをでも言っていただいてることが個人的にやっぱり嬉しいので、お渡りいく終わったら行っちゃう。じゃあ星野さん逆に。俺ね、あれやっぱね、ここ褒められ、さっきね逆に懸念されたんだけど、やっぱもうちょっと見かけ褒めてほしいね。はい。どこですか。やっぱだからチャームポイントはもうちょっとね、もう目立った。星野さん、うん、チャームポイントどこなんですか。つぶらな瞳かな。はい。つぶらな瞳。つぶらな瞳。ああ、いやでもそうですね、うん。まあまあすかね。あとね、そう YouTube でももうちょっと頑張ってるところを
褒めてほしい。いやでも褒めてますよ。だっていつもやっていただいてるじゃないですか。いやいやもう運営と合わせてリュウも3人でさ、たまに俺をさ持ち上げてもいいじゃん。違うよ、だって持ち上げるも何も星郎さんがやっちゃってるからじゃない。やっちゃってるか分かんない。だってもうなんか先週も潰れかけたじゃん俺。潰れかけた。何潰しましたっけ。行きとコーナー終わるたびに向こうでさダメ出しされて。あれ先週で何やりましたっけ。先週こそあのラジオだ、マナーの話とかなんかさ、じゃあ別にけなしてないじゃない。いやいや俺はあの後とあれだったもん、どうやって家帰ったか覚えてないもん。おおだらそれは年あの週が経ったからでしょ。なんかこうあの時とかも誰かが俺を頑張ってるよみたいなさ。だからそれは龍が俺の味方じゃなくちゃダメなの。え、俺がですか。そう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 。俺が味方じゃなきゃダメ。そうそうそう。俺の味方じゃなきゃダメ。なんですか。そういう時じゃないと俺がだからそう潰れちゃうから、路頭に迷うから、そういう時。路頭に迷うから。もう私もう本当俺家帰った記憶が戻った時に知らない酒が置いてあったもん。もう、ね、あの日俺もうずっと思うんですけど、それ何ですか、そのなんかあのなんていうの、強めのウイスキー飲んだとか強知らない酒が置いてあったとかそのなんか いろいろ人いらない一言あるじゃないですか、いつも。いやいらなくはないけど。いやよく言うじゃないですか。俺のだからショック度合いをそのアルコール度数で示してるだけで。ショック度合い、うん、ショック度合い。カルメル、カルーアミルクとかじゃないの。リュウにとったらカルーアミルクかもしんないけど、俺にとっては鬼殺しかもしれない。うん、あ、なるほどね、うん。だからああいう風に詰められてる時はリュウはもう味方でいていく、星野さん頑張ってますよみたいな。あ、うん、でも知ってます？意外と日本人以外は日本人って褒めないんですよ。うん、アメリカの人って外見とかすっごい褒めるんですよ、うん、内面とか。ただ日本人って面と向かって褒めるのが苦手なんですって。あ、でもちょっと気持ちはわかるけど、俺それよりアメリカ人になりて、アメリカに来てなんか、じゃあ僕が言うんで、普通に普通の返ししてください、いいですか。星野さんって結構あのおしゃれな服たまに着ますよね。ああいうのすごいかっこいいと思います。マジでって返します、普通だったら。でも普通の人っていやいやそんなことないですよって否定から入りません、ああなるほど、そういうことね。例えば、そのかっこいいねって言われたら、いやいやそんなことないですよっていう人っているじゃないですか。これが多分大半なんですよね。ただかっこいいですねって言われてありがとうって言える人って、アメリカ人とか、あっち系が多いらしいです。なんかそれは日本人のこうなんて謙虚な謙虚な気持ちが出てるんですって、そんなことないそんなことないとか、って出ちゃうらしいです。リュウ相変わらずかっこいいね。ありがとうございます。でしょうね。ちょ俺にもちょうだい。星野さんやっぱりかっこいいっすね、よく言われる。そうだから俺たちはね、そう意外と、例えば僕らとかも、あの例えばこれが女性だとして、女性とかに、あ綺麗ですねとか可愛いですねって言うと、ほとんどの子がいやそんなことないですとか、私ブスですよとか言うんですよ。だから日本人はもっと謙虚な気持ちは確かに大事かもしれないですけど、やっぱり外見とか内面褒められたらちゃんとありがとうとか言ってもいいかなと思いますよね。なるほど、これちょっとためにいい話だね。そう、これは確かにそうだ。リュウで言う、逆に女の子にそういう、なんていうんですか、外見褒めるって。あ、僕言います。あ、言うんだ。僕は結構言っちゃいますね、今のあの仕草よかった、可愛かったとか。女性リュウに言われたらね、これ特に見てる人なんで、見てる人、聞いてる人、ラジオだから。あ、そうですね、聞いてる人とかは、まあ、見てるになりますよね。言われたい人たくさんいるでしょうね。まあでも、あの、まあ、ご自身の周りの、ね、人たちに聞いてみていただけるとほとんど分かると思うんです。基本多分否定から多分みんな入ると思うんですよね。そんなことないですとか、ただやっぱりアメリカとかだとそういう逆で、ありがとうとか、いや君の方が可愛いよとか言うんですよ。なるほど。だそこがやっぱり一応違う、まあ、人種の違いっていうか、その雰囲気、国の雰囲気とか、環境とかもありますけど、そういうところがやっぱりあるらしいですよ。なるほど。謙虚な気持ちはいいけど、相手が喜ぶっつったらね、あれだろうね。だからもし日本人が日本人同士で、あ、可愛いねって言った時に、いや、ありがとうって言ったら、何やこいつって思っちゃうと思うんですよ、日本人は。そうだそうだ。だからみんなそんなことないって思っちゃうのか、はたまた裏を書いて、そう思われたくないからそんなことないですっていうのか、まあ一つずつありますけど、結構そういうのをあるっていうのをよく聞きます。なるほど、それは気づかなかったな。そう、だから意外とね、足りない部分っていうか、そこはしっかり、まあ別にやらなくてもいいと思うけど、やっぱでも
いやでもこれ聞いてる人たちはやってこうよ。そうですね、やっててほしいですよね、うん、褒めたり、うんうん、ちゃんとありがとうって言えるところをね、がいいですよね、うん、はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント、ランジャーお待ちしております。バイバイ。